こうは、熊本県八代市の新八代駅と宮崎県、宮崎市の宮崎駅とを結ぶ高速バスである。2011年3月12日より運行開始。九州新幹線が全線開通するのに合わせて運行開始された。九州新幹線の直接の沿線ではない宮崎地区に対し、新幹線と高速バスを接続させることで、新幹線開通効果を、 宮崎県に波及させることを主な狙いとしている。愛称の B&S はバスと新幹線から、新八代駅、宮崎駅間を2時間10分から2時間18分で結ぶ。宮崎駅は九州新幹線の下り、桜に7分で接続し、新八代駅は九州新幹線の上り、桜に20分で接続することにより、博多駅、宮崎駅間を 現行の高速バス、フェニックス号より約1時間早い最速3時間10分で移動できるとともに、渋滞の多い区間をバスで通過しないことにより、定時性の確保に優れていることを謳い文句としている。また、バスの号数も新八代で接続する新幹線の号数に合わせられている。座席は全席予約指定制。 予約発見は高速バスネット、JR 九州の緑の窓口でも取り扱う。一方で、他の九州管内の高速バスのように、アットバスでや、参考バスや宮崎交通などの予約センター、バス沿線の営業所以外での予約発見などは、行えない点に注意が必要である。高速バスネットの構築に関わった JR バス、関東、JR 東海バス、 西日本 JR バスが一切関わらない路線が同システムに参加するのは広島高松線に次いでに例目であるが広島高松線が2013年3月に同システムから撤退したため現在では通年運行する路線としては唯一となっている。おおむね25%の割引となる新幹線と高速バスを組み合わせた割引ギップ。 B&S 宮崎2枚切符を販売している。このほか、サンクパスも南部九州版、全九州版のみ使用可能。2013年5月21日より2015年3月31日までの期間限定で乗車日の3日前までに購入すると往復運賃が1万円になる B&S 宮崎総督往復切符も販売している。この路線の設定にあたっては、 新幹線と高速バスの相乗効果を狙う JR 九州グループとフェニックス号の運行事業者のうちに私鉄グループとの対立を招いたとされ、結果的に本路線の運行開始1ヶ月後の4月12日をもって JR 九州バスがフェニックス号の運行から離脱という事態を招く原因になったと報じられている。太地は停車停留所は一部便の未停車。 新八代駅八代インターチェンジ人吉、インターチェンジ、エビノインターチェンジ、エビノジャンクション、小林インターチェンジ宮古の城北、宮崎インターチェンジ宮古シティ、宮崎駅運行開始時の参考バスの車両本路線の運行開始にあたって、JR 九州バスでは、三浦栄治、ドームデザイン研究所監修による新幹線800系電車と一体感を持たせた、 デザインの専用車両を導入している。また、参考バスでは運行開始時においては、他路線からの転用車が使用されていたが、2012年10月1日からは、パウダールーム装備と入れ各座席コンセントプラズマクラスターエアコンが完備された、新型車両が自社発注において、新車で導入された。参考バスではその後も、新車導入が相次ぎ、 2018年10月には2012年に4台導入されたうちの2台が本路線の運用を離れ、天草営業所に転属、さらに翌2019年7月には残り2台も天草に転属し、2012年式車は全車が新車に置き換えられている。なお、これら2012年導入の2台目車両は天草においていずれも天草5として使用されている。なお、 初代の車両として使用された九州参考バスからの貸出車は後に車席を参考バスに移し天草営業所に転属するも本路線2012年式車4台の転属によって押し出される形で予備車となった後に運用離脱廃車となっている2017年3月末からは3社の便すべての車両においてフリー Wi-Fi サービスを開始 事前登録なしで、それぞれのスマートフォンタブレット端末、ノートパソコン画面上に示された利用規則に同意するだけでインターネット接続が可能。これに合わせ、JR 九州バスでは各座席に充電用 USB ポートを追加装備。さらに2017年からは JR 九州バス便にもパウダールーム付きトイレが装備された新型車両へと順次更新。 従来使用されていた車両は、通常の高速車用カラーへ塗り替えられ、た路線へ転用、または予備車両となった。ただし、専用車両都合時や、続行便で使用される車両によっては、蒸気の設備が装備されていないものもある。ありがとうございます。